のアニさん、これサマーラ神社だけど完全に当て字ですよね、どう見ても。そうですよね、昔からの当て字らしいです。あ、そうですか、うん、最近の当て字じゃないですか。岡山時代から。そうみたいですね。ああ。多分乗り子の一部ですね。ああ、こじんまりしてるけど、なんか気持ちいい空間ですね。中でグリさんが話しておりますね。ああ、ここが中之島にあったんですか、元々。中之島です。岡山から中之島に勘定して、万年筆屋の社長が。はい、ああ、社長さんの銅像はあちらでございますね。あ、社長の銅像もあるんですか。はい、あ、ほんまや。あの人が日清戦争から太平洋戦争で生き残った人ですか。そうですね。商船に乗ってあちらこちら行き張りながら。で、一回も沈没させられることなく。そうです。あの人だけ生き残った。他の人は激甚しても、あの方は生き残っちゃったと思います。それを全部サマーラさんのご加護。はあ。すごい人がおるんやな。それで100歳まで。100歳。だって明治生まれぐらいでしょ。そんなもんですよね。あの時代で100歳まで生きるって言ったら、もう100、今の現代は110歳、120歳の人ですよね。